あれです。はい、汚れがたまればたまるほどエピソードに期待できるわけですが、どんだけたまってんだかがよくわからないっていうのと、あとボーナスが完全にその完全確率で抽選されてるんで、いつ当たるかわかんない、天井があるわけでもないですし、もしかしたら2000ゲーム後までボーナスが当たらない可能性もあるから、あんまり汚れを気にしないでいいような気がしますね、個人的には。それ気にしてボーナス引くまでってなると、本当いつやめられるのか分かんなくなっちゃうから、まあ、ずっと打ってたいんだったらそれもいいと思うんですけど、まあ、汚れを気にしてやめられないみたいのはちょっとやめた方がいいと思います。人の汚れをもらうこともあるだろうから、たまたま空き台座ってね、自分の汚れも人にあげてもいいんじゃないかなと思います。でそれぐらいの感じでやっていかないと持たないよね、身が持たない。今ちらって凱旋の様子見に行ったら、フル稼働で結構出てましたね、すでに開店から1時間半ぐらいですけど、凱旋行ってもよかったのかなと。初実戦のホールですからね。まあこれもでもいい挙動してるから、僕の引きが弱くなければそれなりには出てくれるんじゃないかなと思います。たまたま良さそうな動きをしてるでなければね、そう信じましょう。激安ボーナス重複してんの？それともチャンスゾーンに当選してるのか？チャンスゾーンごときで激安言っていいのかな？あ、大当たりだって。あ、あ、ナナちゃん。さあ、これも徹底差のあるボーナスですよ。確率どんなもんだったかな、見てみましょう。7200分の1から3200分の1ぐらい掴んだんじゃないですか。後告知やな、あんま面白くないんだよな。チャンス告知にしようかと。なんでカットインすら出ねえんだ、こんなに。一回も出ねえぞ、完全告知じゃねえんだからよ。一回もだから、その揃う可能性があるフラグを引いてないってことですね、ガセの方も含めて。ひどい。ちょっとな、お当たってんのか、チャンスゾーン。あ、チャンスね。ボーナスはなさそうです、ね、チャンス目は、そのもの自体でチャンスの抽選しないんですが、超広角に行く契機になるので、チャンス目を引いた後にその後チャンス役引かずにチャンスの行ったら
超高額に移行したっていうことが、まあ、可能性として高いです。魔女の気配を感じる。これ以上関わり合いを持つなんて言ったはず。小倉ちゃんが来ましたよ。イエーイイエーイ。ボーナスかな。ボーナス重複したスイカ、ボーナス重複したチャンス役でチャンスを抽選するのかよくわからないんですよ。どっちかでしょう、ね、で、チャンスゾーンですが、10ゲームのパートとあとバトルパートがあります。でこっちの最初の10ゲームが ART の抽選のメインパートですね。ここはのキャラによって抽選の期待度が変わって、この子だとリプレイの時が、まあ、メインの抽選のパート、ケーキになります。まあ、どのキャラでもチャンス役引けば熱いのは間違いなくて、強チェリーとボーナス引いた場合は ART 確定ですね。このさやかって子だと、リプレイをいっぱい引いた方がよろしいですが、そう簡単に引けるか。お、2回目で、まあ当然ながらこの枠のオーラというか、なんとかこれの色が変わるほど期待度もアップです。お、いっぱいいる。変われ、あ、当たらない。お、スイカじゃん。これは当たってくれてるかな。で、ここからバトルパートです。赤まで行ってるんで、まあなんとかなるかな。で、前半の10ゲームで ART 当たってなかった場合、後半のパートだとチャンス役引けば、また抽選がされます。 ART チャンス役引かないときついですね。前半のパートが弱い感じだったら、あ、これはもう大丈夫だと思う。大丈夫だと信じたいな。はい、いただきました。やり、さあこれで ART でございます。一応見ます、最初だからね。まあ運が良かっただけだって。はい、こっちがついたりしてないか。強チェリーもかな。わー、上乗せ確定ですね。まあ、大体10とかしょぼい感じですけど、だチャンス役引けばボーナスの可能性と、あとはマギカクエストの可能性が出てくるんで、たとえ1回の上乗せがしょぼくても引くこと、引けるに越したことはないです。ART 中の3種類のステージがあって、これと、まあ、もう一個上の河原かどっかで、練習というか特訓してるステージは、まあ、大して差がないと思うんですけど、そのもう一個上のみんなでお茶飲んでるステージは、超高額って言えばいいのかな。そのチャンス役引かずに ART じゃないや、突破等の抽選受けられる、内部的にいる可能性が高いので、そこまでいくと、マギカクエストに期待できますね。より、なかなか行かないけど、そのステージに。お、チャンスね。これは熱い。よし、来た。さあ、強チェリーで、クエストでございます。マギカクエスト。
ロコロ3桁乗せたいな。全然乗せないね。これ取っておきたい。よし、とりあえず1回は免れる。よし、使わずに済んだのはでかいぞ。あ、なんか引いてる。スイカ、さあここもベルで回避したいな。よし、うまい、だいぶうまい、これはだいぶうまい。あー、ここも取っておいた方がね、よかったよね。さあベルでチャンス役でも、よし、でも大丈夫大丈夫、1回も大丈夫。32ゲームだったかな、これまあ、消化するとなんか敵キャラマスみたいなのが出て、そこでボーナ、ベルとかチャンス役と裏クエストの可能性が出てくるんですよね。そこにたどり着くためにももうちょっとここで耐えないと。さあベル引けるか。引けた、お上手、お上手ランドです。あ、見えてる、ほら、ここでね、ここで引ければいいんで、もういつで終わらせたくないよね。えい、よーし、いいぞいいぞ。マミさん、マミさん、あ、取れない。いや、ここベル引きたい、チャンス役でもいい。いきます、お願い。あー、ダメだ、くそー、引けなかった。まあまあまあ、あそこで引けなかったらこうなりますよね、流れ的にね。55のプラスでございました。そんな大げさな音出すほどのゲーム数でもないんだけどね。これは行くかな。勝つか行った。よっしゃ、結構入るね、いい台だ。このね、マスも多分なんかいろいろシナリオがあると思うんですよね。で、いいシナリオだとこのアイコン、キャラアイコンが出やすいとかあると思います。なんかマミ、黄色い女の子が3つも4つも並ぶ時もあったりするんで。これはダメだな、ダメシナリオ、早速出てます。裏がいる。ここクリアできれば、はい、できない。そう、終わる、終わっちゃう。さあ、165ゲームでございました。お、
セット継続。こういうのも設定差あるのかな。初めてですよ。あのボーナス消化中、ART 消化中にエピソードボーナスを引かずにセット継続したの初めてです。なんだろう、この最初のセットが始まるときにバギカクエストの抽選も一緒にしてんじゃないかなと思います。さっきもこの前の ART だったの、入ったときにすぐ全長入ってバギカクエスト行ったと思うんですけど、今回も特に何も引いてないのに2セット目が始まった瞬間からもう全長入ってました。あ、かわされた。さあ、そして復活でクエストです。おそらくそういうことなのではないかと思います。あー、ここで出るか。これ最悪5で終わる可能性出てきたぞ。引きたい、出て引きたい、よし。よしよし。これがあの何も引かずにも引かなくてもゲーム数が乗る、まあ、どんな役でも乗るマスです。まあリップとかベルだとこうこれくらいです。あ、次で引きたかったな。おお、よしよし。あー、すげえいっぱいあるじゃん。キャラアイコンいっぱいあるじゃん。1個ぐらい取りたいな、1個ぐらい取りたいな。うわー、取れない。よし、取った。危ない危ない。でも大丈夫けど、またすぐ来た。ばっかり入るんだ。30でした。さあ、まだあるのか。さすがにないか。チャンス目だ。当てないな、これ。さあ、チャンス目なんで、超広角に行く可能性がありまして、その可能性、確率にも設定差があります。チャンス目ケーキに超広角に行けば高設定に期待していいかなと、期待度アップでございますが、行ったかどうかがそんなに完璧に分かるわけでもないから、チャンス目5に何も引かずにチャンスの入ったら超広角移行していいんだ、移行したんだなと思っていいと思います。チャンスパターンで残念。もう一丁。お、やりました。
チャンスメ重複の異色ビッグでございます。左から押して、左下ナンバーから出るチャンスメプラス異色ビッグの、確率にも徹底差はあります。でもまあこれがねあんま大きくないから、まあ、出ないよりは出た方がいいと思うんですけど、まあ、そこまでサンプルが集まりやすいもんでもないし、まあ、一応参考程度に気にしておけばいいくらいかなと思います。もう一声いかない。基本的にこれ中段で揃うんですけど、これが斜めで揃った場合は ART と、マギカークエストが確定しますね。だからその確率が8192分の1だったかな、まあ、激レアなんでそれ引くぐらいだったらっていう感覚にもなりますよ。言っちゃいけないんですけどね、そういうことは。この機種を打ってるんだから、よく言うあのゴスロでゴッと引いちゃいましたよみたいな、いやそれあんたゴスロってからゴスロでゴッと引いたんだろみたいな、そういう話ですね。ゴスロで引きたくなかったらゴスロで打たなきゃいいじゃん話なんですけど、まあまあまあそんなような感じでね、複雑な気持ちになりますが、それは、まあ、そういう機種そういう状況で打ってる以上乗り込まなきゃいけないことですね。いやー揃わない。かな。さあ、窓マギを結構回してみましたが、手応えはあるんだけどね、時間がもうあんまないんで、出玉の早い台を行こうと思います。もうそこに最後の望みをかけるしかないかなということで、ちょっと今日は終了窓マギ2、凱旋に来ました。データ的には別に朝一71ゲームで当たって、その後711ゲームハマって当たって、その後270回されて放置されてる台です。データ的な魅力は特にないですね。かといってもうこれはダメだろうっていう感じなデータでもない、まあ、かも不可もない感じでしょうか。ということで最大使っても500枚をまでの勝負で、揺れるなよまでの勝負で行ってみたいと思います。リプサンしましたね、いきなりね。さあ初リプサンがいきなり G ストップなんてことはあるわけねえか。やっぱしっくりきますね、こいつの前で打つと。同じような筐体なんですけどね、だから馴染み方が違うっていうか。だよね。チャンス役は引いてるけどね、上がんないっすね。準備までは行ったみたいだけど天国までは上がんないな。タイミングが悪かったね、引くタイミングが。もうちょっと固めて引ければ天国見えたな。
けてはいるんですよ。開けてはいるんですよ、チャンス役。しかも結構なハイペースで。だがしかし間が悪い。そういえばさっき話しかけてくれた視聴者の方が見せてくれたんですけど、神圧っていうもっと確定と言われる演出が出たと見せてくれたんですが、その時に出たのが、まあ、チャンスボタンが画面に出たらしいんですけど、それがね、あの拍手では見たことあるんですけど、外線で初めて見た超ドデカチャンスボタン、画面全体にあのいつものこう浮いてる丸いチャンスボタンが画面全体に出るやつ、あれが出て叩いたら神圧ってなったらしいんですね。だから神圧にが出るのは必ずそのプッシュボタン、あ、チャンスボタンっていうわけじゃないんでしょうけど、多分画面いっぱいに出るあれが出たら、チャンスボタンが出たら、おそらく神圧が出るかは分からんけど、ゴッド確定なのではないかと。今まで一回も見たことないですからね、人の動画とかも含めて。珍しい、本当に珍しいやつは全部ゴッドですからね、凱旋って。各ステージのプレミアムとか赤棚はないので、例えばこれだったらリンゴが落ちるとか、そういうのは全部ゴッドですから、おそらくそのデカチャンスボタンももっと確定ではないかと思われます。そして私もそれを出したいです今日。お時間です。残念ながらこれにて実戦終了でございます。さあ実戦終了でございます。109回、っていう感じの展開でしたね。マドカーマギカー2と最後に凱旋打ちまして、さあ果たして結果どうなったかと言いますと、投資が1450枚で交換が0ですので、マイナスの1450枚でございました。なぜ1450枚かと言いますと、なぜねあと1000円入れなかったかというと、まあ、1000円残しておきたかったとということで、マイナスの1450枚という結果でございました。ノルマが310ですので、水戸ですので、ノルマにねかなり低いノルマだったんですけど到達できずに終わってしまいました。窓マギ、まあ、凱旋はねもうあのゴッド頼みなとこあったんで、あれはまだ省くとして、窓マギですけれども、手応えはあったね。今までそのいい感じの展開というか挙動の時しか見られてないような、挙動が今日も見られたので、まあ多分台としては悪くなかったんじゃないかなと思います。おそらくですけどね、もちろん。でただなんかそのね頑張れなかったのかな、まだねもっと引くべきものはたくさんあるんですよ。ワルプルギスの夜とか、あとはなんだろう、マギカクエストの裏とか、まあ、エピソードボーナスすら引けてないですしね。まあ、そういうこと考えると、ちょっとね、あとはビッグもそもそもちょっと足りてなかったかなと、回数がね、そんな感じでございました。で、まあこれはね、窓マギ2だけじゃなくて、新規、準規、すべてに言えることだと思うんですけど、あの開始からね、3時間、4時間ぐらい経って、ある程度の出玉獲得してるか、ある程度の出玉が獲得できるような状況になってないと
もう心がね折れる本当に。まあこれがこの実践がまあ5時間6時間ぐらいの実践だからっていうのもあるんですけど、それを差し引きましてもですね、ちょっともうなんかやれる気が全くしなくなるんですよね。それぐらいの時間消化して、出玉がある程度手元にあるか、手元に来るであろうっていう状況になってないと。まあ、それがたとえ今日みたいに高設定っぽいなっていう感触を得られてても、なんかもうねちょっと折れちゃうんですよね。まあ、これはもう慣れていくしかないんですけど、まあ、そうああいう機種ばっかりになってくると思うんでね。これから出てくる台はまあもう窓マギとか北斗の修羅みたいな台ばっかりなんで、まあ、慣れていくしかないんですけど、ちょっとねまだやっぱ凱旋とかあるから、あれだとやっぱり3時間ぐらいでまだねちょっとダメだなっていう感じでも、いきなりポンと跳ねることがあるんで、まだ精神保てるんですが、なかなかね厳しいところです。まあそういうのをなんかこううまいこと出玉でなんとかしてくれるメーカーが現れたりするのかなっていうのも期待もしてるんですが、まあちょっとそっちの方に期待しすぎるとね、期待倒れになっちゃうんで、まあちょっと3時間くらいまででなんとかしたいなと今後は思っております。さあ、というわけで今回ノルマ達成できませんでしたので、T シャツの方もプレゼントさせていただこうと思っております。今回は2名の方に、T シャツ差し上げますのでご応募いただければと思います。よろしくお願いいたします。さあここで T シャツの当選者の発表をさせていただきます。103回ですね、3名様当選ですが、そのうちの1名様をお便りとともに発表させていただきます。東京都は練馬区のペンネーム乙女紳士様でございます。マリモさんスタッフの皆様、マリモ道を毎回楽しく拝見させていただいております。103回では他のライターさんが誰も動画で打っていないサザンアイズを打たれており、導入から約1ヶ月経った今でも設定 C で据え置いているホールがあったので、自分でも打ってみたのですが、見倒しの成功率が低くすぐにやめてしまいました。改めてマリモさんの目押し力に脱帽いたしました。見倒しもでき、トークもリアクションも面白いマリモさんの動画が一番好きですって書いてあったから選んだわけじゃないですからね。サザンアイズのことを取り上げてるたんで選んだんですよ。邪推はしないでください。恥ずかしいですね、でもこんなに言われるとね。ありがとうございます。で、そこで質問なのですが、上段ビタ押しは中段下段ビタ押しに比べて難しいと思うのですが、何かコツなどはありますでしょうか。あれば教えていただけると幸いです、だそうです。上段ビタ押しは中下段ビタ押しに比べて難しい、ここら辺感覚ですよね。感覚ですよね。上段のサザンアイズに関して言うと、上段のビタ押しをやろうとするときはあれですね、なるべくリールの上が見えないようにして打った方が僕はいいと思います。僕はですよ、あくまでリールのなんていうかな、リール窓があるじゃないですか。リール窓から上がね結構見えるんですよ。上が見えるからパッとこうリールが回ってきて見えた瞬間に押すと、まだその上段に到達してないところで押しちゃう可能性が高いから、それを見えないように自分でその姿勢とかで工夫して、例えば背筋を伸ばして、そのリール窓より目の位置を高くして、そしたらまあ見えないじゃないですか。リール窓より上の部分は下からこう覗いたら見えるんだけど、だからそしたら見えた瞬間に押せばもうそれは上段に来てるってことだから、ビタ押しできるみたいなね、そういう工夫は確かに必要かもしれない。で、僕どっちかって言ったらね、収録でもミスってましたけど、ビッグ中の下段ビタ押しの方が青七を下段ビタに押そうができなかったんですよ。
まあ、あれ気持ち的なその余裕っていうか、まあ、ビッグ中別にミスってもそんな大した損ないしなっていう緊張感のなさからもあるのかもしれないんですけども、まあ、どっちかって言ったら僕は下段ビタの方がサザンアイズは苦手かもしれないということでね、まあ、人それぞれだと思いますが、そういう工夫をすると結構良かったりします。で、例えばあとはなんだろうな、まあ、サザンアイズの場合はもう右リールを、まあ、ビッグ中だったら最初に押さなきゃいけないんで難しいんですけど、バケ中だったら左中を押せるわけじゃないですか。だからあ、サザンアイズはまあ難しいか。例えばなんだろうな、あ、リールの線が今ってないんですよね、あの横斜めみたいなベッドラインの線が、なんでないから、それを基準に押そうとするとないからできないじゃないですか。だからそれに変わるものを置いとくっていうか、例えば左リール狙わなきゃいけない、そしたら例えば上段に目印を置きたいんだったら、上段になんだろうな、視認しやすいやつというか基準になるものを置いとくんですよ。よくわかりませんよね、言ってることが例えば花火だったら中段リプレイテンパイになるでしょ、右中とか押してあの外さなきゃいけないときで、あるかどうかわかんないですけど、例えば、7の下にリプレイがあったとしたら、中段の7の下に、中リールの7の下にリプレイがあったとしたら、7を狙えば上段に7が止まるわけですね、うん、で上段にもし何かその左リールの押さなきゃいけないってなったら、それを目安にできるわけじゃないですか。それを目安に、中リールを目安にみたいな。だからそういう工夫とかも必要かなと、うん、あと昔ね面白かったのが、右と左のリールが、まあ、リールって全部3本のリールが同じ、スピードで回るんで、左リールのベルを下段に押さなきゃいけない、ベルの周りには何の目印もないから、あえてそのベルの隣の中リールのバーをベルの隣に配置するようにするんですよ。そうするとここにベルがあるじゃないですか、バーがあるじゃないですか、同調してこう回ってくるから、これは見えないけどこれは見えるから、中リール見ながら左リール押すみたいな、そういうテクニックを開発してる人もいたりして、だから工夫次第ですよ、何でも、うん、だからまあこの方は上段ビタが難しいって言ってるんですけども、まあ、そこら辺もね、何か自分なりにやりやすい方法を見つければなんとかなるかなと思いますんで、ぜひ頑張っていただければと思います。さあ、というわけで、103回、3名の方 T シャツ当選されますので、されましたので、ぜひ届くのを楽しみに待っていてください。さあ109回、マイナスで終わってしまいました。7、8といいペースでね勝てたんで、北と白で勝てるのはもう俺は証明したと、違う騎士でもやってやるぞと意気込んでたんですけど、ずっと北と白打ってた方がいいのかもしれないね、これは負けたもんな今日、手応えありつつ、でもまあこういうことをゴッドとか打ってたら、まあ日常茶飯事でしたからね、初当たりよく引けるけどダメだみたいな、うん、まあこういうこともあるということで、110回はなんとか、高設定っぽい挙動の台をつかみ、かつ終始プラスノルマ達成というのを、ね、目指しますんで、ぜひ最後までまたご覧いただければと思います。では次回お会いしましょう。さよなら。